木場駅は東京都江東区木場5丁目にある東京地下鉄東西線の駅である。駅番号は T13。島式ホーム1面2線を有する地下駅である。東西線で最新となる地下、約22.4メートルにホームがある。東駅を含む門前中町駅集団、東洋町駅支店間の1770.06メートルの区間は、 軟弱地盤地帯であったことから、A 断地下鉄で初めての前円断面の単線シールド工法によって建設が進められ、当駅の両端に設けたシールドマシンの発信基地をそのまま駅施設及び商工施設として流用した。そのため、円形シールドトンネルの中に各線のホームがあり、ホームの両端に改札外へと結ぶ階段、エスカレーターやコンコースを設けた構造で、 それ以外の場所ではホーム間の行き来はできない。シールドトンネルの中にホームを設けたことからホーム幅も片側3メートルほどと狭い。ホームの壁面は当初は白い内装材であったが1980年代初頭の1回目の補修の時にセンド側がシールド区体構造そのものにホーム側がプレハブの壁に取り替えられた。 そして1998年末から1999年にかけての2回目の補修の時には線路側に白い横長のプレハブ型の壁が取り付けられホーム側に白と灰色のタイルが貼り付けられた壁の階段付近には黒色で牙の角上のイラストと牙の文字が施されている船木橋方面で入り口には 2005年に地上地下1階間の2008年1月には地下1階ホーム会館のエレベーターが設置された。このうちホーム会と連絡するものは地下1階側で入り口に自動改札機が設置されている。東京メトロの多くの駅のホームには2011年頃まで冷水機が設置されていたが、当駅は現在も改札口付近に設置されている。 2015年6月4日から向かいアミノル作曲の発車メロディを使用している。曲は1番線が AD インザメトロ、2番線が Beyond ザメトロポリスである。前述の特殊な駅構造によるホームの滞留スペースの少なさや近年の乗降客の増加により、ホーム会と改札外が非常に混雑し、朝ラッシュ時間帯は安全面に問題あった。そのため、東京メトロでは、 東京メトロプラン2015さらなる安心、成長、挑戦において、当駅の改良計画を発表した。この工事では、中野寄りの約70メートルにおいて、既存のトンネルの外側に、地下連続壁を構築し、既存のトンネルの下も含めて、地盤の改良を行った上で、シールドトンネルの解体を行い、ホーム幅を約3メートルから約12メートルに拡張するという、 大掛かりな工事である。合わせて、ホームの中央部に、エスカレーターとエレベーターが増設される。なお、列車の運行を続けながら、季節のシールドトンネルを解体して新たな空間を生み出す工事は、世界初となる。2019年度の1日平均乗降人員は77,866人で、あり、東京メトロ全130駅中58位。 商業施設のオープンなどにより、上降人員は増加傾向にある。近年の1日平均上校、乗車人員推移は下表の通り。同じ高等区にある新木場駅は当駅とは関係なく、徒歩圏内ではない。新木場駅は埋め立て地に立地するが、新木場が埋め立てられる前は当駅の周辺に貯木場があった。駅名はその地名に由来している。 その名残として、駅の近くにある、木場公園で時折行われている、木場の格場がある。三つ目通りと永代通りの交差点に分散して、都営バスの木場駅前停留所が設置されている。ただし、江東区、コミュニティバス、潮風は、木場二丁目停留所を利用することとなる。ありがとうございます。